今日は土用の丑の日です。この日に食べると暑い夏を乗り切れると言われるうなぎを求めて、三島市の店はにぎわっています。日差しが照りつけかなり暑いんですが、オープン前にもかかわらず多くの人が列を作っています。午前11時現在で気温が 32.7 度となった三島市。うなぎは栄養価が高く、丑の日に食べると夏の暑さを乗り切れると古くからスタミナ食として親しまれています。店にとっては1年で最も忙しい1日で、こちらでは普段の倍ほどのうなぎおよそ150キロを準備したということです。炭火で香ばしく焼かれたうなぎが運ばれてくると、来店客は幸せそうに頬張っていました。お味はいかがですか？美味しいです。美味しいです。